スカットライン。俺の名前はヒロシ。そこそこ大手の日本企業で企画部部長として働いています。彼女は結婚して4年目になる嫁マリ。俺とマリはお互い取引先の担当者として出会い、数年の交際を経て結婚に至りました。共働きなので家事を分担して助け合いながら幸せに暮らしています。ヒロシ、何見てるの？近年の犯罪を取り扱ったドキュメンタリー。最近はスキミングっていう方法でカード情報を抜き取られちゃうんだって。ああ、たまに聞くわね。タッチ決済カードとか電子マネーが狙われてるって。海外とかじゃ気をつけろってよく言われてるわ。そっか、日本でもないわけじゃないだろうし、やっぱり俺クレジットカードを全部解約しようかな。実は俺結婚するまでは徹底して現金主義だったんですが、今時それじゃ不便だと言われたこともあり、結婚するときにクレジットカードや電子マネーを契約したんです。しかし昔から現金主義だった名残で、クレカも電子マネーもほとんど使ってないし、大事な支払いは全部引き落としにしてるから、クレカ止めても困らないしな。まあ犯罪に巻き込まれてからじゃ遅いもんね。ヒロシが困らないならやめてもいいと思うよ。そうだな、近いうちに解約の手続きをするよ。わかった。話は変わるんだけど、私また来週から海外出張になっちゃったんだ。それも半年。マリは外資系企業の営業部で働いているため、仕事が忙しい上に海外出張が多くて一緒に過ごす時間が取れないこともままあります。は、半年か、長いな。うん、今回のプロジェクトは結構大きくてさ、時間がかかりそうなの。ごめんね。謝ることないよ。俺は仕事に一生懸命なマリを好きになったんだからさ。ありがとう、ヒロシ。とは言ったものの、俺にはマリが出張に行くたびにとある悩みを抱えてるんです。それはマリは昨日から出張だし、今日のご飯どうしようかな。ん？はいはい。ゲッ！はいはい、なんだよその反応。ゲリとはいえ家族が来てやったんだぞ。また嬉しそうにしろよ。家にアポなしで突撃してきたのは義兄と義両親。そう、俺の悩みの種はこの人たち。ねえねえヒロさん、今日の夕飯はお寿司にしましょうよ。もちろん特上ね。俺はうなぎが食べたいぞ。俺はステーキがいいね。いえ、今ご覧いただいた通り、義家族たちは俺がそれなりに稼いでいるのをいいことに、こうしていろいろと狙ってくるんです。例えばお母さん、急にデパートに来てほしいなんてどうしたんだろう。ああ、ヒロシさん、こっちこっち。はい、お支払いよろしくね。ブランドバッグを買わされそうになったり。いや、家族での食事ってのはいいもんだな。じゃあヒロシ君、支払いよろしく。父さんは定年退職したばっかだし、母さんは働いてないし、俺はフリーターだし、ここは一番稼いでるお前が払うのが当たり前だろ。とたかられることも日常茶飯事。おごらされることが分かったからは外出の誘いを断るようにしていたのですが、そしたら家まで押しかけてくるようになってしまったんです。ご飯はおごりませんよ。俺も無限にお金があるわけじゃないですから。まあなんてこと、大事な一人娘をくれてやったってのに、ずいぶんケチなこと言うのね。そうだぞ。それにポンと寿司ぐらいおごれないなんてこの解消らしいが、俺が若い頃なんかな。そうだそうだ、世話になってる人に恩返ししろ。世話になった覚えはねえよ。嫁にバレたら面倒だと思っているのか、決まって嫁の出張中に来るのもまた立ちが悪いんです。本当はかなり迷惑ですが、愛する嫁の家族ということもあって、あまり無限にもできず、かといって嫁に相談もできず、もやもやしつつ接しています。わかったよ。じゃ、マリに会いに行く旅行なら金出してくれるだろう。は？マリは今確かカナダにいるんだよね。日本からカナダへの飛行機はあって、よーし、飛行機予約完了。お前の名義で申し込んどいたから払っといて、銀行振り込みね。いやいや、俺は行くなんて一言も言ってませんし、旅行代を出すとも言ってませんよ。でももう申し込んじゃったし、俺たち海外旅行に行く金なんてないもん。払わなかったらお前が犯罪者になるだけだけど。うぐ、海外旅行楽しみね。
そうだな、早速荷造りしないとな。じゃそういうことだから、しかやらう。マジかよ。俺は最初こそ支払いを拒否しようと思いましたが、どうやら義家族はすでに嫁に連絡を入れたらしく。ヒロシ、こっちに遊びに来てくれるんだって、楽しみにしてるね。と言われてしまい、俺は渋々ながらも旅費を払うことに。4人分の海外旅行費、決して安くはありませんでしたが、嫁が喜んでくれるならいいかと納得することにしたんです。しかし、それから数ヶ月後の旅行前日、風邪ひいた。明日から旅行の予定だったのに。でも仕方ないよな、マリに連絡しておこう。もしもし、ヒロシ、日本は確かまだ早朝だよね。こんな時間にどうしたの？それが実は発熱しちゃってさ、明日からのカナダ旅行行けそうにないんだ。そうなの？大丈夫？熱はどのくらい？38度7分。結構高いじゃない。帰って看病してあげたいけど仕事が。ああ大丈夫だよ、病院にはタクシーで行くし。ヒロシのお母さんは家が遠いし、来てもらうのは難しいわよね。そうだわ、旅行は中止してうちのお母さんに看病を。だ、大丈夫だってば。俺ももういい大人なんだし、それに旅費も払っちゃってるから、キャンセルになるのはもったいないよ。そう？わかった。何かあったらすぐに連絡してよね。やばいと思ったら救急車を呼ぶのよ。大げさだな。でもありがとう。ということで、俺は旅行のために使った有給でゆっくり療養することにしました。ふぅ、病院で薬ももらったし、のんびり寝てれば治るよな。ん？チャイム。誰だか知らんけど映しても悪いし、イルス使おうっと。ああ、もうわかった。わかりましたよ。おい、お前熱出たってどういうことだよ。そうだぞ。お前がいないと旅行を楽しめないだろ。誰が旅行中のお金を払ってくれるのよ。なんとなく予想はできていましたが、病人の家をピンポン連打しやがったのはこの3人。大方マリから俺が体調不良という話を聞いて押しかけてきたのでしょう。熱なんて気持ちの問題だ。なんとか治せよ。無理に決まってるでしょうよ。というか、あなたたちがいると治るもんも治りません。ゆっくり休みたいんで帰ってもらいます。じゃあそういうことで。はぁ、寝よう。なんて男なの、家族を無理やり追い出すなんて。せっかくの海外旅行なのに、お金がないんじゃ何も楽しめないじゃないか。めえめえ、母さんも父さんも落ち着いてよ。じゃじゃーん、あいつの財布玄関に置いてってくれ。ちょっと拝借しちゃった。まあ、なんて観察眼の鋭い息子なの。さすがは私たちの子ね。よくやったぞ、ゆうたろう。んじゃ、失礼してっと。現金じゃ換金が面倒だから、クレカを借りてくとするか。お、しかもゴールドカードじゃねえか。さすがは大手企業の部長、お金持ち。さてさて、財布は元あった場所に戻しといてった。よーし、これでカナダで合流だ。なんとずっこけ、いや、義家族3人組はあろうことか俺の財布からクレジットカードを盗んでカナダへと飛び立ったようです。そのカードが魔法のカードなんかではなく、地獄への片道切符だとも知らずに。よし、やっと着いたね。しかし、あいつ熱出してくれてマジでよかったね。家族水入らずで大合流できるじゃん。と、そうだ、このカード使う前にあいつに連絡しておこうぜ。不正利用だと思われて止められたら面倒だな。さすがはゆうたろう、頭が切れるな。あなたは自慢の息子よ。あ、もしもし、俺たち今カナダに着いたところなんだけどさ、お前のカード借りてるから。ちょっと何言ってるかわからない。はあ、俺のカード？別に使ってもいいよな、家族旅行なんだから。これで合流させてもらうぜ。いつも私たちをないがしろにするから、バッチが当たったのよ。まったくだ、今回のことで反省してこれからも家族孝行をだな。あの、盛り上がってるとこ悪いんですけど、俺クレジットカード持ってないですよ。はぁ、あ、じゃあお前の財布に入ってたこのゴールドカードは何なんだよ。さては金を使われたくないからって嘘ついてんだら。それもう解約済みのカードです。
カードを狙った犯罪が怖いんで解約したんです。もともと俺現金主義ですし、解約後は切り刻んで捨てるよう言われてたんですけど、忙しくてすっかり忘れてました。ってことはこのカード使えないのか？まあそういうことになりますね。そんな。っていうか今お兄さんたちの手元に俺の財布の中に入ってたカードがあるってことはまさか盗んだんですか？それは別にいいだろ、俺たちは家族なんだから。大事な妹をくれてやったんだから、そのぐらい払えよ。俺もうあなたたちには一銭も払いません。今決めました。なんですって、ふざけないで。そうだぞ、どういうつもりだ。どうもこうもあるか、クズどもが。毎回騙し討ちみたいな手口で俺に金を払わせやがって。やってることほとんど詐欺と変わりませんからね。大体いい大人が3人も集まってんのに、ガン首揃えて2位とかフリーターって舐めてんですか？なんだって。お兄さん、あんたはまずフリーター卒業してから俺に文句つけてください。っていうか高校がどうとか言ってますけど、それなら実の息子であるあんたが高校してやったらどうですか？お父さん、あんた確か定年後は再就職するって言ってましたよね。どうなってるんですか？働いてる間はそれなりに稼いでいろいろと豪遊できたのかもしれませんが、今は違うんです。そんなに贅沢したいならバイトでも何でもすりゃいいでしょう。この俺がバイトなんてできるわけないだろう。再就職はその希望に合う仕事がなくて。いいですか、今のあんたは役職持ちのリーマンじゃなくてただの無職のおっさんです。遊ぶお金が欲しいなら襟好みしてる場合じゃないんですよ。そんでお母さん、旦那がもう定年退職したっつうのに、いつまでもブランド物欲しがってんじゃないですよ。うるさいわね。私みたいな高貴な人間にはブランド物しか似合わないのよ。高貴の意味知ってます？人柄や立ち居振る舞いに気品のある様を言うんですよ。他人に物や金を責める人間のどこに気品があるんです？いいですか、今後二度と俺にたかるのはやめてくださいね。家に来ても絶対に開けないですから。それじゃ俺まだ熱が39度あるんで寝ます。おやすみなさい。おい待てよ、狙ってんの切りやがった。なんて言い草なんの。離婚だ、これはもう離婚させるしかない。あんな恥知らずにうちの娘を任せておけるか。恥知らずはどっちよ、このクズどもが。マリー、なかなか待ち合わせ場所に来ないから迎えに来てみれば。今のは何？まさかお兄ちゃんもお父さんもお母さんも私が出張でいない間ずっとヒロシにたかってたわけ？違うわ、そんなことしてない。はあ、不思議に思ってたのよね。お父さんは定年退職したし、お兄ちゃんもフリーターなのに、久しぶりに遊びに行ったらブランド物が増えてたり高級料理を食べたとか話をしてたり、そういうことだったの？いや、今のはあの男のザレ言で。もういい、黙って。なんで今まで気づかなかったのかしら。ヒロシったら私が傷つくから黙ってたのね。優しすぎるのよ、まったくもう。マリー、言っとくけどこっちにいる間のお金私は一切出さないからね。私に隠れてヒロシに迷惑かけた挙句にカード盗んで勝手に使おうとしてたなんて本当に最悪。日本に戻っても二度とヒロシに近づかないでよね。次にヒロシに同じことしたら窃盗と詐欺で通報するから。そんな。その後義家族3人組はせっかくの海外を安くて狭い宿の中でぼーっとして過ごしたようです。マリが怒ってくれたのか聞いたのか、あれ以降義家族が家を訪ねてくることはほとんどなくなり、平和な日常が戻ってきました。はぁ、平和って素晴らしい。ん？たく、なんでこの俺がコンビニバイトなんか。元はといえば言うだろう、お前のせいだぞ。そうよ、あんたがカードを盗んだりしなければこんなことには。二人だって賛成してただろうが、俺のせいにすんなよ。あらら、自業自得ってやつだな。さて、ああならないように俺は将来のために貯蓄しとこっと。頑張って稼ぐぞ。最後までご覧いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ぜひ他の動画もチェックしてくださいね。
それではまた次の動画でお会いしましょう。